こんにちは、うさぎとびチャンネルでございます。さあ、今ですね、かよペリコの準備がそろそろ終わりそうな感じのとこなんですけども、今回はですね、僕がプレイをしてるのを喋りながらダラダラとやっていこうかなっていう感じなんで、特に解説とかそういうのではないんですけども、で、普段はところどころ編集してお見せしてるような感じなんですけど、今回は投資でいこうかなと思ってまして、で、通常投資の動画っていうのはサブチャンネルの方によく載せてるんですけども、まあそっちっていうのは基本僕は喋らないでやってるので、今回はこっちで喋りながらやっていこうかなと思います。で、これが終わったらとりあえずはカヨペリコに行くんですけども、まあ多分カヨペリコ自体はいつもの通り回るのですぐ終わっちゃうと思うんで、そしたらその後にですね、ちょっと視聴者さんからリクエストというかいただいてたプレステ5の方のキャリア進行状況の激烈難易度が高いやつで、今やってるのは、これお見せしてるのは PC 版なんですけども、ちょっとね、プレステ版の方が動きが若干鈍くてですね、で、これからやろうとしてるやつがかなりシビアな戦いになるので、ちょっとね、操作性が PC の方がやりやすいので、まずそれで徹底的に慣れたいなということで練習をしているような状態なんですけども、で、そのミッションというのがですね、カジノミッションの逆風ってやつですね。で、これのキャリア進行状況のちょっと難易度の高い条件というのが、ピストルだけを使ってクリアするという条件が一つと、体力ゲージ 50% を切らないように、非ダメージを 50% にならないようにクリアをするっていう条件がありまして、で、これは両方ともハードモードという指定がありますね。で、これ個別でもね、かなりの結構な難易度なんですけども、できればね、これをね、一発で両方クリアしたいなということで、なんとかならんかなって練習してるんですけど、で、今日はちょっとそれをやっていこうかなと思ってるんですけども、なのでカヨペリコが終わったらカジノミッションの逆風をハードモードでピストルだけでクリアを狙っていこうかなと思いますけども、ということでカヨペリコのフィナーレですね。今回はですね、ちょっとセカンダリーターゲットの価格がちょっとあまりにもよろしくないので、第二倉庫にも行かなきゃいけないんで、ちょっと手間なんですね。Self-sufficiency, infiltrating private islands on your own. In Russia, we bring friends, and our friends bring bags. More bags, more money in bags. Perhaps next time, yes? ここはね、なんかカメラを壊したりとか、周りの監視員を倒しても、なんか、まあ、全部きれいに倒せばいけるんですけど、なんかを残しとくと、なんか発覚したりとかね、なんかその発覚理由がどうも
そのたんびに違うような気がしてしょうがないんですよね。なんかよくわかんないんですね、ここ。なんかいろいろ調べていろんなことが書いてあったり、いろんなことを言ってる動画もあったりするんだけども、どうもなんかその通りじゃないような気もしてならない。見つかったり見つからなかったり。さあ、こっちの倉庫終わったんで第一倉庫にやってきましたけども、なんと1階にはセカンダリターゲットがないんですね。なんかこのフォークリフト登るのにもね、なんかグリッチ対策で一瞬キャラクターが固まるんでね、やりにくいんですよね。しょっちゅうフォークリフトから落ちる。まあ、今回は落ちなかったですけど。まあ、綺麗に今みたいに真正面から登れればそんなに固まんないんですけど、ちょっと斜めになって向きが変わるとね、いちいちキャラクターが止まっちゃうんですね。これもフォークリフトだけじゃなくて、もうあちこちのね、柵とか壁とか登った時も一回一回キャラクターが固まっちゃうんですよね。やりにくくなっちゃったな。さあ、バック満タンになったんで屋敷に向かいましょう。今回調達でですね、ちょっと武器を、本来アグレッサーを選択しようと思ってたんだけど、間違えてコンスピレーターを押しちゃって、持ってる武器がコンスピレーターなんで、どうしようかな。ジャガーノートを倒すかどうか、ゲートの鍵を取りに行くかどうかっていうとこなんだけども、まあ普通にでもただ見つかんないように言ってもカヨペリコつまんないからな。どうしましょう。ほい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 。だ、どうしようかな。ジャガーノート倒しに行こうかな。倒しに行くとなると、ちょっと正面からは危険な気がするな。かといって体当たりはどうもミスることも多いからな。普通に倒しに行った方が
手堅そうな気がしますな。うん、上から打とう。ってことで屋根上行こうかな。よいしょ。ここでジャガーノートを。よいしょ。そしたらゲートの鍵を取りましょう。はい、はい、こっちにいる。よいしょ。あ、鍵だ。ちょっと場所ずれたな。大丈夫かな。大丈夫かな。ほら。さあ、メインターゲット取り行きましょう。今回テキーラなんで、金額はちょっと安いですね。よいしょ。ノーマルモードなんでハッキング1回ですね。よし、ゲットですね。さあ、あとは帰るだけなんだけど、どうしようかな。このまま終わってもつまんないな。うん。どうしよう。よし、屋敷全滅させよう。まあ全滅といっても無限湧きなんで全滅はできないんですけど、はい、とりあえず片っ端からやっつけます。どっち行こうかな。こっち行
あ、見つかった。あ、そりゃそうか、あんだけ外せば。どうしようかな。ここまで来たら全滅させよう。まあ、ジャガーノートいないし、全然問題ないでしょう。みんなやっつけましょう。あ、な、ここでリロード。うわ。いやー、リロードのタイミングが悪すぎた。やられちゃったな。どうしようか。もう出ようかな。あ、そうだ。テキーラどっか落としたのか。取りに行かなきゃ。どこだ。また同じとこでリロードしてるし、危ない。どうしようかな。みんなやっつけるかどうか。もう。
あと何人だ。これであと湧くやつだけかな。あとあれか。で、通常のやつらは全員かな。あとはいくら倒しても湧いてくるんで帰りましょう。出ようかな。あれ、なんか敵来た。あ、余計なことやった。死んじゃった。ということで、さすがに今のは見せてもしょうがないんでカットしちゃうと思うんで、あとは海に飛び込んで逃げるだけ。よいしょ。おりゃー。よいしょ。安っ。エリートも取れないし。さあ、こっからカジノミッションをやりに行きますよ。さあ、カジノミッション逆風行きますよ。ピストル限定です。さすがにこのミッション単発の普通のピストルじゃきついんで、 AP ピストルをメインに行きます。で、ものすごい地味な戦いになります。ダメージ食らわないように行くので、スナックもアーマーも使わないで行くんで、かなり地味ですよ。もう何回もやってんですけどね、どうもいいポジショニングがまだわかんないんですよね。どこからどう打ったら、どう移動してったらベストなのか。このミッションは自分の動きによって敵の動きが結構変わるんで、なんか完璧なパターン化っていうのがちょっと難しいんですよね。まあ、だから面白いっていうのもあるんですけど、ちょっと動きが変わると相手が違うとこから出てきたりするんで、そのたんびにやられてえーってびっくりするんですけどね。なるべくヘッドショットで倒したいんですけど、ガンガン来るんでちょっとマメに狙ってる暇がない。でもガンガン来るからこそ少ない弾数で倒したい。僕はこのミッションがかなり好きなんで、ね、気づくとすごい時間これやってたりするんですけど、
皆さんどうなんでしょう。これにハマってる人とかいるんでしょうか。もう何でもありの全部の武器使っていくんだったら、だいたい10分ちょっとぐらいでクリアはできるようになったんですけど、これピストル縛りでいくとすんごい時間かかるんですよね。最低でも30分以上かかると思うんだけども、ヘリ倒すのももう一苦労なんですよね。たまたま一発で落とせる時もあるんですけど、なかなか操縦士に当たってる気がするんだけど落ちない。ケツのプロペラ狙うのがいいんだけど、正面向いてるから狙えないんですよね。よっしゃ、落ちた落ちた。ここはね、敵の位置がね、分かりづらいんですよね。隠れてる敵がね、かなり発見しにくいんで、いきなり撃たれたりするんですけど。なので、サーマルをつけてやったりもしたんですけどね、かなりやりやすかったですよ。今回はつけてないですけど、熱感知のやつですね。あれでやると、はっきりと敵の位置が分かるんで、バカバカ倒せるんですけど、だからといってそんなに速くならないんですよね。敵の数がちょっと多すぎて。あと前に出れないんですよね。スナック使わないっていう前提なので。ああ、ちょっとライフが減っちゃったな。この段階だと満タンぐらいじゃないと後がきついんですよね。こういうところがね、全く敵が見えないんですよね。これがね、さっき言ったサーマルだとはっきりね、敵の場所わかるんで、めちゃめちゃやりやすいんですけど。あ、ただね、サーマルがね、十字キーの右を押すと、サーマルの上げ下げが切り替えができて、オンオフが切り替えられるんですけど、PC 版がね、なぜかその反応が異常に悪いんですよね。全くならない時もあるんで。プレステ版はね、ちゃんと反応してくれるんですけど、なぜか PC 版はサーマルとかアンシスコープが、バイザーの上げ下げが反応してくれないんですよね。ただこの複数の敵を相手にした時のエイムの切り替え向きの
切り替えっていうのがプレステがすごく鈍い感じがしてしょうがないんですよね。まあ両方やってるから感じることなんでしょうけど、プレステやってる人は、プレステだけやってる人は多分普通にやってると思うので全然問題ないと思うんですけど、でもやっぱり両方やってるとそのところどころ差がわかるので、あとコントローラーの形状も違うんでね、何かと違和感だらけなんですけど、ここがまた見えないんだよな。この2人ぐらい奥にいるんですけど、かといって体出しすぎると被弾するどころか、たまにいきなりヘッドショット食らうんでね。ここの敵はかなり遠くからね、鬼エイムしてくるんで怖いんですよね。そろそろヘリが出てくるはずなんだけど、危ない。ちょっとあっちの敵処理しとくかな。あとあと厄介なんです、ここ残しとくと。ここにね4人ぐらいいるんですけど、これは上から倒せるんですけど、結構被弾しちゃうんですね、上から倒そうとした時に。なのでここで処理しておいた方が後々楽なんです。ただこれを最初にやっちゃうと、これ今構えてるとこの後ろから敵が入ってきていきなり後ろから撃たれたりするので、これぐらい静かになってからやんないとダメなんですね。で全部の武器使うときとかはね、このやり方するときは後ろに近接爆弾とか仕掛けちゃうんで全然いいんですけど、今回はもうピストルオンリーなので何にも他に使えないんで。ん？まだいる。まだいる。早く倒れてくれ。ヘリ出てきた。ここにいてもね、後ろから敵が来たりするときあるんですよね、回り込まれて。よし、一回下がろう。ライフが減っちゃった。 50% 未満はもうこれでダメですよ。あとはとりあえずスナックを使わないでピストルだけでクリアっていうのだけ目指しましょう。やっぱり非ダメージ 50% は難しいですね。ヘリを落としたいんだけど、下に敵がいるのか分かんない、いないっぽい。でもこっちから来る、来るんだよな、こうやって。こっからじゃないと。ヘリを落としたいんだけどダメか、ヘリ構ってると多分撃たれるな。ヘリの場所が悪い。
あそこにいたんじゃヘリは落とせない。ああ食らってる、どっかから撃たれてる。あ、倒した。よし、さあ上の敵は片付いたんだけど、まだ上がってくるんですよこれ、下から。あとここに一人いるはず、この先だ。いたいたいた、よいしょ。どうしよう、こっから普通に撃てる時もあるんだけど、危ないかな、危ないな。地味だ。危ない。おや。一発食らったら死ぬ。ダメだ、ちょっと回復させないとダメか。さあここからさらに地味な戦いになりますよ。この先の敵がね全然見えないんでね、スレスレで当てないといけないんで相当きついんですよね。かといって回復ができないんで前に出れないんですよね。見えない。やばい、また真っ赤っかだ。回復してくれ、少し。
この被弾ダメージ 50% っていうのは、この自然回復していくものはどういう扱いになるんだろう。アーマーつけないで開始したら 50% 未満だから半分残ってればいいので、自然回復を狙っていけばクリアになるのかな。プレステで今度やってみよう。アーマーつけないでスタートすればいいんだな。いやー、ここはスナイパー撃ちたいけどなー、全然わからん、見えない。だけど前に出ると撃たれる。あと1人2人。ここがギリギリで当たるんだけど、よし当たった。よっしゃ、右側を処理したぞ。やばい、また体力が。ここはですね、その手前の分電盤みたいなところに隠れて張り付いて戦うと余計被弾するんですよね。なのでこういう感じでちょっと下がって左右に動きながら撃った方が弾は食らわないんですね。って言いながら食らってるけど。顔出せ。いやー、あそこ倒したい。なんとか、なんとかしろ。顔出せ。二人とも顔出せ。遠くだけだ。あれじゃない、もう一人いる。よっしゃー、やっと前へ出れる。いやー、ここ時間かかる。さあここで油断をしちゃいかん。さあ問題はこの上、
顔出してくれねえかな。顔出せ。危ねえ。あっちから撃たれてる。落っこってこい。落ちないか。この辺にいたらどうなる？落ちない？いや、あそこにいるよな。このまま登ると撃たれるよ。いるよね。どうしよう。絶対撃たれるな。何発か食らったら死んでしまう。いや、こんなのロケラン撃てばなんとかなるのにな。この辺に動いたら、なんかあいつ動いてくんないの？いる、こっち向いてる。ダメだ、上がれない。ここまで来てやられるわけにはいかない。なんとかしてくれ。どうしよう。なんかこの辺うろうろしたら落ちてこないかな。これはさっきのとこまで戻るとこうやってドアから人が出てきちゃうんですよね。まだいる。参ったな。勝負するか？いや。ここでやられるのは悔しすぎる。あ、やった。よっしゃよっしゃよっしゃ。さて、ここで隠れてるやつが問題だ。まあ、まずはヘリか。ヘリを落としましょうか。ちょっと遠いな。来た来た来た。当たってると思うんだけどな。ら落ちない。全然落ちない。さあ、ここの先の敵が問題で、カーゴボブの前に2人いるのか1人か。もうここまで来たらちょっとすいません、手堅く。ちょっと時間かかるけど、こいつを破壊します。何発が当たるんだこれ。でも黒い煙を吹き出したぞ。もうちょいだ。もうちょいだ。よっしゃー。これでカーゴボムの周りの敵はさようなら。あとはここのジャガー。あっと、危ねえ。ちょっと右行きすぎた。全然死なないよ。おっしゃ。よっしゃー。死なないでいけましたよ、一応。あと2人。よいしょ。よいしょ。終了。ここはちょっと角度を変えて飛び降りないと。よいしょ。いや、なんとか、
スナック使わずにピストルだけでクリアをしました。もしこれ綺麗にクリアできる人いたら、なんかコツがあったら教えてください。ということで、今回は久しぶりにダラダラとただプレイをしながら喋るというか、ブツブツ言ってるだけの動画でした。まあ、たまにはこんな動画も出してみようかなということで出させていただきました。こんな長い動画最後までご覧になった方いたら本当にありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。